今日はめちゃめちゃ辛い柚子胡椒を作ります。平凡な人生に刺激欲しいなと思ったらぜひ作って食べてみてください。大分産の青唐辛子ですね。こちら高知県の木柚子になります。今日広島の、呉の藻塩といってミネラルの非常に多いお塩を使っていきます。冷凍して取っておくと非常に便利なので瓶詰め用の瓶をご用意いたしました。まず青唐辛子のヘタを取っていきます。手で簡単にこのように取っていくことができます。青唐辛子は細かく切ることで塩の周りが早くなるのと、フードプロセッサーで細かくするときにも短い時間で粉砕することができます。フードプロセッサーあまり長い時間を回すと、フードプロセッサー自体が熱を持って唐辛子に熱が伝わると、唐辛子がアクが回って黒くだんだんなっていきますので、細かく刻んでおくといいと思います。はい、では柚子の皮を剥いていきます。まずヘタ、包丁の根元を使ってを切ります。柚子の皮を薄く剥いていきます。裏を見た時に白い、この部分ですね、この白いところがついていると苦味が出ますので、白いものがついてないぐらいの薄さで剥くとよろしいと思います。柚子の皮もある程度細かく刻んでボウルに入れます。次は柚子の果汁を絞っていきます。半分に割ります。まずこのまま絞れるだけ絞っていきます。絞った柚子ですけれども、柚子には大小さまざまな種がありますので、こちらの細かめの茶こしを使って種を出していきます。最後に塩、この中に入れます。塩を入れたら全体に馴染むように混ぜてあげながら、この状態で1時間いきます。それでは粉砕していきます。白い種が確認できなくなるまで粉砕していきます。